まのちです。よろしくお願いします。栄冠やっていこう。今日から甲子園ですね。1回戦、田沢は、はい、前評判 B 頑張っていきましょう。コメント読んでいきます。ダブルエース今年はできないって投手兼野手の時も、去年そう言ってたし、後々に伸ばすと毎回やらなさそうと。あのね、これ多分俺の言い方が悪かったな。やることは、ダブルエース的なことやろうと思ってるよ今年も。なんだろうな、その来年になれば諸星亀ちゃんの多分2人、おそらくこの2人になると思うんだけど、なんかこうタイプの違う2人のダブルエース感の方がなんか俺もこうダブルエースってこう言いやすいっていうだけ。小島くんは来年もベンチの神様かっこ番長かね。多分来年になればこうユーティリティ性が増してもう すごいいい選手になると思うよ。ベンチスタートだと思うけど。次は効果リベンジしてね。リベンジって何よ。21と23はインタビューチャンスですよ。ありがとう。ホワイトボード書いといた。トカチェフの名前戻してくれないのはワンマンのマノッチだからなんとなく分かってたし了承したけど、人の恋愛関係のことをいじるのに自分の恋愛関係のことはいじらせなかったり、今回の山口達也さんの被害者もいる事件いじったり、人としてなんか足りてないよな。18の若造が言うのもなんだが、俺に何を求めてる俺に何を求めてるんだい。広角ついてるのに、広角ついてるの白岩じゃない。もともと青田広角ついてたっけ。白岩広角ついております。で青田が分かんないんだよね。プルヒッターついちゃったか分かんないんですけど、多分いただいたコメントが正しいと思う俺のねそこら辺の記憶は全く当てにならないから、多分ついてなかったんじゃないかな。よしやっていきますか。一応ね全員ノリノリ、一文字くんだけ普通だけど全員ノリノリなんですけども、火曜日なんだよね試合がね。だからなんか変わっちゃうかもね。よし行こうか。ヤマピー動かしたいな。白岩がいいかな。なんか今俺ヤマピー動かしたいと思ったらヤマピーにする。おう、赤字いったな赤字いったな。おいや投手陣被害食らいすぎだろ。まあいいや。おアビ、どうしよう。アナいきます。いやアビいなくなるの寂しすぎるけどな。いやまあチャンスだろ。こういうとこ、こういうとこものにしよう。アナ頑張ろう。これでよし。砂田選手ですかね、向こうのピッチャーは。ただただ砂田って名前なだけかな。夏が始まろうとしています。甲子園大会1回戦第1試合の模様をお届けいたします。一塁側秋田代表名門田沢、三塁側南北海道お願いします。東の横綱日野、スタンドは多くのお客さんで埋まっています。強っ強っ。2アウトランナーなしという場面で北海道の伊達山下、マウンド上ピッチャーは砂田。違うな。今更だけど商店の応援曲失敗したな。なんか陽気すぎるな。あ肩そんなによくねえな。肩だけよくねえんだな。いや強いね。いやただここちょっと超えたいね。わーかいいな。いいな。落合さんと俺初めて見たかもしんない。初めて見た気がする。俺の知ってる落合さんでいいんでしょすごいなんかいっぱい持ってるし、初めて見たわ。よし、いやちょっと待ってよ、ここはね、強振に行こうか。強振に行こうか。もう一発ぶちかましてほしいね。頑張れ
けるよ、いけるよ、ヤマピー、オッケー、お、1点取ったよ。誰だい、アナーだったら個人的には嬉しい。うん、打点、うちの7番打つな、流したいな、レベル高いもんチョイスかな。いや、いや、精密いくか、機械のごとき精密さを発揮することができるか。よし、背中しいこう、ヤンビー頑張れ、オッケー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 、ナイスホームラン、素晴らしいよ、ヤムピー輝いてるよ、かっこいいよ。よし、走るよ、よし、いけるよ、いくよ、おい、盗塁成功です。じゃあセンター返し、外のボール球、優しい、砂田ボールを掴んだ、アウト、日野なおもチャンスが続く。いやちょっと点欲しいね、ラッキーボーイ、いやどうしようかな、使っちゃうか。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。はい、カナヤンファイト、オッケー、ラッキー魔物、ラッキーボーイ、素晴らしい。なおもチャンスが続いています。バッターは、おー、山さん打とう打とう、山さん渋い初球で決めましたよ。いや山さん素晴らしい、うちこんな強かったっけうちこんな強かったっけ、なんかどっかで落とし穴あんじゃねえのか。いやにしてもね、この黒田の安定感、いやーすごい、お、ちょこちょこ打たれ始めたな。いや打たれ大丈夫、もうちょっとしばらくいくかこのまま。どうしよっかな、赤木が出ることもあるよね、絶対あるよね。褒めるとか使えば全然いけるわけで、先に使っときますか。うん、使っとこうか、日の電一塁達成、頑張れ、これでツーアウト、1点もやりたかねえよな。よし、まあ今のところでね、仮にホームラン打たれたら、スリーランか、4点最初ちょっと分かんなくなってくるもんね。流しのレベルが高くならんな。じゃあ引っ張り、いやなんか引っ張りじゃない気がする、センター返しの気がする、どっちにしろだ、どまい、これでワンアウトランナー、さあかなやん、ちょっと強振に行こうか、かなやんファイト、あーどまい、掴みました、これです。山さんどうしようかな、さっきのマジでかっこよかったかんな。うん、じゃあ引っ張り、頑張れ、なんか期待しちゃうもんな、優しいもっと点取ってもいいんだよ、うちは。緩急いってみっか、いやこのまま7点差でいけんだったらちょっと他のピッチャーも出したいよね、
いや、なんか打たれる気がする。どうしよう。あぶねえ。あぶねえ。どうしよう。もう打たれる気しかしねえ。追い込んだら臭いとこだな。僕の手。もう1点2点ぐらいはもう仕方ないでしょう。いや怖いね。でいやもう1個これかな。よし、オッケー。3アウトチェンジ2射。大丈夫か、限界か。めっちゃ守備機会が多くなってきたぞ。全然、漏れてる。まあ1点取られるぐらいまではいくか。いいよ。痛烈なり。よし。見ました。ボールは中継。ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト。なんだろうな、なんかね、すげえ点差はあんだけどね、変えにくいんだよね。なんか、まあ、なんだろう、俺の直感的な感じ。いや、変えようか。変えようか。いや、黒田悪いね。これはね、ちょっとタイミング悪かったな。変えよう。スタミナのある選手じゃないもんね。あ、60万。変えよう。なんだろうな、7点もあんだぞ、点差なのに。なんだろうな、この余裕のなさ。黒の交番、ここで。いけるか、大丈夫か、おじちゃんの大丈夫か。取れんか。ボールは中継。ようやく1点を返しました。いや、やべ、なんだべな、すっげえ余裕ねえや。本当に余裕がない、なんか気持ち的にね。いやー、臭いとこじゃきついかー。いや、うまい。タッチはセーフ、タッチセーフ。三塁ランナーホームに帰ってくる。ボールは中継。点差を5点に縮めました。茨城。大丈夫大丈夫。赤木も亀ちゃんもいる後ろに。大丈夫だ。よし、よし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 。いいよ、いいよ。オッケー、オッケーオッケーオッケー。よく踏ん張った。田沢、もろぼーし。林、交番。はい、木の草。さあ、持ち前の強心臓が力を発揮するのか。守備交代。セカンド、はい、行くか。行こうか、行こう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 。ちょっと足に行く。はい、さあ、ここは守備を変えて。よし、押さえといて、頑張れ。大丈夫、4点ある、4点ある、大丈夫だ。よし、頑張れ。
オーケー。いやー怖い。黒田が異常なんじゃねえよく抑えたよ。うわ入んねえ。バッターバサ、あーお任せ、なんかきついな、なんかそんな感じもしねえ。いいよ、もうこのまま行くか、このまま行こうか。どうしよう。ホームラン打たれたところでまだ1点勝ってるべ。まだ諸星だ、まだ諸星いく。手を打つなら今じゃねえか。いやどうしよっかな、マジで迷うな。延長に入ることないと思うんだよね。いや諸星行こう、うん、来年のことも考えてちょっと踏ん張ってもらいましょうね。よし、いいよ。帰る、無理、抑えられない。一気に三塁へ。風間、点差を3点に縮めました。足川タイムリーヒット。日野、ちくしょう、森星、うまくいかないな。さあ相手を威圧する投球ができるか。打ちました、アルボー。はい、3年生ってかっこいいな。3年生かっこいいね。日野、いや気に入らない。なんかもうちょいなんかやりようがあった気がする。ありがとうございました。ギラギラ眩しい My friends、 ほのかに香る春のフレーバー、虫けらみたいな俺たちのドキドキの未来をつかみ取れ、ときめくときめけときめけば、日野高校。いやーちょっと昨日散々だったからね、こうかね、今日ちょっとお気に入ったわ。お気に入った、お気に入ったな。いやーなんだろうね、ちょっともうちょい気分よく勝てたんじゃないのかなと思うところもありーのって感じですな。とりあえずうちの3年生の3年生のピッチャー2人はすごいね、すごいね、本当にね。メンテナンスキットもらえんじゃないの？もらえたっけ？知らずに言ったけど、なんかすごいくれそうな雰囲気でいるけどさ、彼は。嬉しい、はい、何？急速ボール極み極極なんていうのかわからない。白岩、お前稲妻白岩って言われてんの、語呂悪すぎるだろ。
いやー、名前変えたいもんな。白井ぐらいだったら稲妻白井でなんかこうおろいんだけど、白岩の字でね、ごめん、白岩だっけ白岩だっけ今さらキャプテン君は白岩くんだっけ白岩くんだっけ白岩くんだね。はい、よし、終わろう。あ、行政のドン、前評判 D、 琵琶湖、ひらがな、優しい、読みやすい。明日誰で行こうかな、ピッチャーね。あ、そうだ、お褒め使っとかないとね。使っとくわ。はい。いやー、なんだろうね。なんだろうな、なんかパッとしない。勝利でしたね。じゃあ、終わろう。終わり。バイバイ。